年も残すところあと353日だね。めちゃめちゃある。しみじみ言わないで。ごめん、日付変わってたから残り352日だわ。なんか言い方気持ち悪いな。なんか353日とかさ、352日、352日って言う？いや、352日352じゃない？353だと思う。353日だと思ったら352日だったわ。ごめん、あれなんか気持ち悪いな。あんまりしっくりきてないな。その言い方やだな。ごめん、もう本当に。え、続けようとしてる？ごめんって。もう終わりだよ。ごめん。ちゃ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 。ピクシスの夜空の下でミーティング。皆さんこんばんは、ピクシスの豊田萌です。こんばんは、伊藤美久です。二人っきりです。はい、木曜日はこちら、ピクシスの残像。ピクシスのフレッシュさは今や本当にすっかり失われてしまったのか。若かりしあの頃のピクシスの残像、つまり私たちそれぞれが自分の過去の発言を覚えているかどうかチェックすることで確かめていくコーナーです。はい、リスナーさんは私たちのブログやツイッター、過去のイベントや雑誌などからクイズを作ってね。過去を掘り起こされ続けてきたこのコーナー、うんうん、今回でラストです。あら、ラスト問題ですか。はい、最終回です、このコーナー。はい、どんな問題なんでしょうか。じゃあ、はい、早速萌えさんへの問題。はい、ピクミンネームとりまりさんからの問題。トヨタ萌えオフィシャルブログ2013年8月31日更新分、うん、北前より、うわ、スタイリップスとして札幌漫画アニメフェスティバル野外ステージに出演するため北海道に来た萌えさんが食べたと記載されているものは何？え？何を食べたか。札幌行って、はい、書けました。はい、ジンギスカン。すごい。そう、これすっごい覚えてる。美味しかったもん。私も食べてるね、じゃあ。そうだよ、絶対食べてるよ。一緒に食べてるから、ね。美味しかった、美味しかった。記憶なかった、もしかして。美味しかった、すごく美味しかった。覚えてる？やっぱ臭みがなくて。なんか適当なこと言ってるな。なんかそれっぽいこと言ってんな。ちょっとね、緊張してて記憶があまりありませんが。当時ね。はい。では、続いて伊藤さんの問題。鳥丸さんからの問題。伊藤美香オフィシャルブログ2017年9月5日更新分、インビテーションより、夏に家族旅行に行った美久さんがお母さんとのツーショットとともにその写真からわかるあることについて記載しています。それは何？え、母さんとの、美久ママとのツーショットを美久が載せたんじゃない、ママの顔隠して。うん、でそこから美久がはい、コメントをしたんだよね、その写真に対して。はい。これも当たると思う。おでこ一緒。当時からおでこ一緒だったか。え、絶対これだと思った。おでこ一緒だと思った。一緒なんだ、そして。そう、一緒なのよ、おでこ。まあ、ミクママ顔大体一緒だからね。うん。そもそもね。そう。はい、答えは、服がボーダー被りであること。ボーダーで被ってました。伊藤家みんな可愛いんだから、みんな同じ顔してんだから、ね、ボーダー着がちだからさ、私もお母さんもボーダー好きなんですよ。可愛いな、癒されるな伊藤家。じゃあ続きまして、萌えさん用の問題、はい、ピクミンネーム新田さんからの問題。2022年1月発売の雑誌ボイスプラスボリューム2内、テヨタ萌えへ50の質問より、癖はある？という質問に萌え氏は何と答えた？これ結構めちゃくちゃ最近じゃないですか。癖、その癖ミク的にもそうだなって思う？割とこうだよね。え？これかな？はい。はい。落ち着きがない。あー、ちょっと癖とは違うもんね。あ、そっか。正解は、うん、半笑い。これね。やるかも。萌えさんの。やるやる、なんか爆笑ともいかない中途半端な笑い。
ってやつね。それは作家笑い、作家笑いって言うのやめろ。作り笑いみたいになるから。でも自分で半笑いって言ってるってことだもんね。自覚してたんだね自分で ね。こいつめっちゃ半笑いすんな。とりあえずなんか間ができたら半笑いしちゃうから。まあ怖い、次行きましょう、まあ怖いからね、みたいなね。はい、じゃあ続いて、ミクさん問題、ピクミンネーム新田さんからの問題。2014年2月22日、あ、すいません、2月22日、23日開催の、ね、アイドルマスターマスターズオブアイドルワールド2014パンフレットより、そこは読んでいいよ。ミックの紹介ページにて、趣味特技として寝ることと戦隊や仮面ライダーを見ることと一緒に、うんうん、もう一つ記載されていた趣味特技は何でしょう。あ、まあ一時期言ってたこれ。まあこの時代あったなーっていうイメージ。はい、はい、8年前そうだね、2014年だから。じゃあこれじゃないかな。一回言ってみて。あっち向いてホイ。はい、違います。はい、ありがとうございました。え、いやいやいや、え、はい、はい、このコーナー、え、え、絶対これじゃない。え、これでしょ、はい、このコーナーは今回で終わりです。え、そう、これじゃないの。違います。答えは百人一首です。あっち向いてホイの方が得意だよ。そうだよね、あっち向いてホイが一番強いんだから。百人一首からあっち向いてホイが全然違うの。ホイの時代じゃないのか。そこそこ懐かしい、はい、はい、というわけでこれまでたくさんのクイズありがとうございました。以上、ピクシスの残像のコーナーでした。ではここで一曲おかけしましょう。ピクシスで13番。ピクシスの夜空の下でミーティング。番組ではリスナーの皆さんから私たち宛てのメッセージ、各コーナー宛てのお手やりお待ちしております。メールアドレスはすべて小文字で pixis_rf@joqr.net、 pixis_rf@joqr.net。 ピクシスの綴りは PYXIS です。さあ、まあね、今週もやってきていろいろ終了になるコーナーがあるということは、新しいコーナーが次の週からね始まるんじゃないでしょうか。そういうことですよね。まだブログ書いてないな。ブログ待ってます。あ、そっか、今私たちは2022年だからね。2022年の軸の私、まだブログ書いてないな。さあ、書けるかな。ちょっとでもコーナーのために頑張ります。楽しみですね。あ、ウーバー大丈夫、来なかった。本当だ、よかったね。セーフ、私の次回半分時間配分ぴったりだった。うん、むちゃくちゃ言ってますけど、はい、頼まないんだよね。はい、今夜はこの辺で別れです。ここまでのお相手はピクシスのトヨタモエとピクシスの伊藤美久でした。また来週この屋上で会おうね。バイバーイ。